ほら、ちょっと、何勝手に持ち出してきてるのよ。それは今夜のオムライスに使うんだから。ちょっと借りてくぜ。借りたものを返さないくせによく言う。力ずくでも返してもらうわ。そういうセリフは怪我直してから言えよ。この白霊霊夢を舐めるんじゃないわよ。それじゃあ弾幕ごっこの始まりだぜ。あれは何かしら。よっと。失うのが怖くて